Turn the radio up. FM Osaka. どうも、私たち FM 大阪 YouTube です。イエーイ。というわけで今回は私たち YouTube メンバーについてもっと知っていただきたいということで、こちらの企画をやっていこうと思います。50の質問ふーちゃん編。イエーイ。というわけで2回目、次男さんに引き続き今回はふーちゃんということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速行きましょう。スタート。名前は？ふーちゃんです。年齢は？25で6になる年です。身長は？157くらい。好きな食べ物？難しい。オムライスってよく言ってます。好きなラジオ番組は？最近よく聞いてるのはTBS ラジオの空気階段の踊り場。好きな曲は？プロノグラフィティの曲なら大体好きです。好きな芸人は？あ、いろいろ、さっきラジオでも言った空気階段とかもいたと思うんですけど、思い出したら言います。好きな俳優は？俳優は玉木宏です。好きなドラマは？何回も見返すのは花より団子とかイケメンパラダイスとか。子どもの頃の習い事は？で、幼稚園から小6くらいまで水泳やってたのと、小1から高校生くらいまでエレクトーンを習ってました。最近ハマってること？そうだな、物件探し。よく遊びに行く場所は？どこだろう。あんまり最近外出をしないので。あ、ライブハウス。苦手な食べ物は？特にないです。好きな男性のタイプは？あー、がっちりしてる人。異性のキュンとする仕草は？ふとした優しさ。インドア派、アウトドア派？インドア。上司にしたい有名人は？西島秀俊さん。今まで買った一番高いものは？そんなに高くないですけど、iPad。 好きな YouTuber は？最近よく見てるのはマミヤでっていう方です。無人島に一つ持っていくなら何？ポルノグラフィティの CD。 出身地は？福島県です。好きなアニメは？バナナフィッシュにハマりました。魔法が使えたら何をします？お金をいっぱい出します。生まれ変わったら何になりたい？男性になってみたいです。今一番欲しいもの？整理整頓の才能。おうち時間は何をして過ごしてますか？ YouTube を見たり Twitter を見たりしてます。好きな動物は？見て癒されるのはモフモフ系のものだったら大体好きです。好きな映画は？ヘアスプレーっていうミュージカルが好きです。朝起きて一番最初にすることは？カーテンを開ける。寝る前に必ずすることは？携帯を見る。得意だった科目は？英語と国語。学生時代何？小学校高学年で2年間吹奏楽部に入って、中学校でバレーボール部に入って、高校と大学では放送部に入りました。100万円あったら何ですか？めちゃくちゃ広い家に住む。好きなお酒は？ビール。酔っ払ったらどうなの？酔っ払ったら、ゲラになります。好きな言葉は？何でもいいんですか？何でも大丈夫。元気が一番。好きな色は？最近は緑が好きです。好きな教科？英語、国語、社会。苦手な教科は？数学と理科。睡眠時間は？最近は5時間くらいが多いです。家に帰ってまずすることは？調子がいい時は運動をして、調子が悪い時は座って携帯を見ます。好きな季節は？秋。好きな男性の髪型は？短髪。大阪でおすすめの場所は？
あーそうですね、やっぱ北浜とか中之島とかのあたりは素敵だなって思います。好きなキャラクターは？キャラクター好きなキャラクター、そうですね、くまモンにしとこうかな。家を買うなら一軒家、マンション。一軒家。今何問目をしてます？え、25くらい。それから仕事でやってみたいことはある？楽しいイベントをいろいろ作ったり、楽しい番組を作りたいです。男になったら何ですか？男になったら、そうだなぁ、女の子ナンパしたいです。見ている人に一言。あ、飽きてないですか？はい、ありがとうございました。はい、というわけで50の質問以上になりますけど、はい、ありがとうございました、はい、やってみてどうでした？なんか即答ってできないですね、意外と難しいなって思いながらやってたし、なんかもっとあったはずなのにってなったんで、そう悔しいです、はい、なんかこう気になったこととか、食べながらと好きなユーチューバーは、はい、マミヤで、はい、マミヤでさんを最近見てると、あとチカポンさんも、あ、チカポン、そう、マミヤでさんは、女性一人のユーチューバーで、多分年が近いのかな、2個下くらいの若めの女性で、本当に日常を切り取ってる感じの雑談系のユーチューバーさん。でチカポンさんは新潟に住んでる芸人さんなんですけど、あのめちゃくちゃ喋りが面白いというか、ギャグセンスが高いんですよね。その辺はあの疲れてる時におすすめです。最後の男になったら何したいって、はい、女の子なんかあったら、はい、ナンパしてる様子が見たい。ナンパしてる様子え、今再現をしろってことですか？ミスくんが、じゃあどの辺にしようか、堀江あたりで、じゃあ雑貨見て、あ、ちゃんとミスくんはこうやってこういう格好してきて、じゃあ、あの店の前でプラプラしてる感じで、あ、こんにちは。あ、こんにちは。あ、今何されてたんですか？ちょっと人待ってて。あ、そうなんですか？まだ時間ありますよね、じゃあ。いや、もうそろそろ来るかな。あ、本当ですか？でもちょっとここで待ってるのもったいなくないですか？あ、ね、あの辺にちょっと可愛い雑貨屋さんあったんですけど、一緒に見ません？本当ですか、ね、はい、じゃあ一緒についていっちゃおうかな。あ、こうですねこうですね、こうですね、フランクな感じで。みずこは多分もうお友達の元には戻らない。戻らない。今日私とデートしますね、うん、服機械がかわいいですね。服機械かわいいですね。あ、そうなんですよ。なんかあの好きな芸人さん結構東京の人が多いのかもしれないですね。なんか服機械団とかニューヨークとか、あと最近でも大阪に進出しましたけどラランドとか、なんかその後、あとさらば青春の光とかが好きで、一時期あの YouTube に上がってるコントをもうひたすら見るとか、うん、ラランドは本当に2年前くらいの面白そうとかやってたかな、その時に見てやばい超面白いって思ってからだいぶファン。マミーとかどうしたんですか？MC が出てきた。気に入ってしまった。エクエモーサでもたくさん来られますし、取られたらいいですね。そうですね。無人島に一つ持っていくなら、ポルノの CD になりますけど、はい、その中でどれとか。えぇ、一つ、ね、めちゃくちゃ難しいですよね。あれですけど。でもまあここは最新シングルにしておきましょう。先日リリースされた新曲テーマソングの CD を。でいきましょうかね。はい、全曲素晴らしい曲なので。というわけでね、今回も YouTube メンバーを、ね、質問攻めにしていきましたけども、はい、はい、少しね一面をしていただけたかなと思いますので。大丈夫ですか、ね？締め方がよく分かんなかった。なんかね。
あのでも結構一問一答って難しいんだなってこう自分がされてみて初めて思いましたね。なんか結構アーティストさんとか DJ さんとかにはする機会多いじゃないですか。ちょっとあの考えを改めたというかそこそこの負担になるか、まあ、スイスイ答えられる方は本当にすごい人なんだなっていう尊敬の念が生まれましたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。次回の YouTube メンバーを質問攻めにしていきたいと思いますのでお楽しみに。はい、お楽しみに。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。 Turn the radio on FM Osaka